堺市立三原北小学校は大阪府堺市三原区にある公立小学校。三原区の北部に位置する。半和自動車道や南半那道路が開通し沿道では田畑の中に工場立地等が盛んであるが、工区は旧村と新興住宅が混在し、工場跡地では宅地の開発が進んでいる。歴史的には河内物市発祥の地区でもある。 1868年に当時の丹南郡丹南村に設置された河内国丹南藩の藩校をルーツとする。藩校は1871年の廃藩地権に伴って廃止されたが、1872年の学生発布とともに旧藩校の土地、建物が当時の境県に払い下げられ、旧藩校を転用する形で丹南、丹生、新福寺、 岡野四河村を工区とする堺県河内国第29番小学校が設置された。この第29番小学校が現在の三原北小学校へとつながっている。学校遠隔市では第29番小学校小学校の開校をもって学校創立としている。日本最古の小学校の一つでもある。学校制度の改変などにより複数回の解消を経た後、 1889年に、丹南尋常小学校となった。当時の校区は、1889年に施行された町村制による、丹南軍丹南村だった。その後1941年の国民学校令により、丹南国民学校に改称された後、1947年の学生改革により、丹南村立小学校となった。 1956年9月30日には、丹南村など三町村合併により三原町が発足した。これに伴い三原町立丹南小学校に改称した。しかし旧丹南村は一部区域が松原市に分離編入することになった。そのため、松原市に編入した区域については1957年4月に工区から分離し、 松原市立松原小学校の校区に編入している。1964年4月には、田地位地区を校区に編入している。田地位地区はもともと南河内郡田地比村に属し、町村合併により1956年に南大阪町となっていた。その一方で、田地位地区は1957年4月、南大阪町から三原町に分離編入した。 これに伴い2年後の1959年3月、田人は、は羽きの私立田地比小学校校区より、三原町立黒山小学校校区に編入されていた。さらに1964年には、黒山小学校校区から丹南小学校校区へと変更している。1964年9月には、現在地に新校舎が完成し移転した。移転と同時に、 三原町立北小学校へ改称した。三原町は2005年2月1日付で堺市に編入された。これに伴い、堺市立三原北小学校に改称した。ありがとうございます。